ジュノー・アイは、アメリカ合衆国が開発、運用したロケット。4段式であり、1958年1月に、アメリカ初の人工衛星であるエクスプローラー1号を、打ち上げた。レッドストーンシリーズのロケットであり、ジュピター C 観測ロケットの発展型である。混同される場合がある、ジュノー2は、PGM-19 ジュピター、中距離弾道ミサイルに由来する。 ジュノー・アイはジュピター C ロケットの発展型として開発された。ジュピター C の3段目の上部に4段目を追加したものである。3段目が燃焼した後に4段目が点火して18000マイルパーアワーの地球周回速度に達する。ベルナー・フォン・ブラウンが提案したオビター計画に基づき1956年にこの多段式システムが設計された。 上段の誘導装置を取り除いても、機構が単純化された多段式システムは、米ロードを軌道に投入する有効な方法とされたが、誘導装置がないことにより正確な軌道へは、投入することができなかった。四段式のジュノアイの三段式のジュピター C の前行は両方とも同じであり、ジュノアイの追加された四段目は、三段目からのノーズコーン内に置かれている。 ジュノーアイによるエクスプローラー1号の打ち上げはアメリカに大きな成功をもたらしたが5回の打ち上げのうち2回だけが成功した。これはヴァンガードロケットとバイキングロケットシリーズの打ち上げの失敗の後にもたらされたものであった。ジュノーアイの相対的な成功の後、フォン・ブラウンはレッドストーンよりも PGM-19 ジュピターの1段目を使用してジュノー2を開発した。 ジュノーアイは6機打ち上げられている、エクスプローラー3号を打ち上げるジュノーアイ。ありがとうございます。